こんにちは、シグナルフラグ Z です。クエスト3を買ってからパソコンのモニターとして仮想マルチスクリーン環境を使っています。今まで何種類かのリモートデスクトップアプリを紹介してきました。そこで一番使いにくいと思ったことは、パソコンにつながったキーボードとマウスを使わなければならないアプリが多いということです。クエスト3はワイヤレスでパソコン画面を表示できるのに、パソコンのそばから離れられません。 Bluetooth キーボードやマウスならパソコンから10メートルくらい離れて使えますが、遠い部屋や1階や2階といった距離は離れるのは難しいです。クエスト3に Bluetooth キーボードやマウスをつなぐことができますが、そのキーボードとマウスをリモートデスクトップでは使えないという中途半端なアプリが多いんです。パソコンから遠く離れたキーボードやマウスを使いたい。そこで USB デバイスサーバーを使ってみようと思います。 USB デバイスサーバー、製品ではサイレックスのものが有名ですね。一体何をする製品なのでしょうか。これは USB 機器の信号を LAN に変換してパソコンとつなぐものです。パソコン側には LAN からの信号を仮想の USB 機器としてパソコンに認識させるソフトウェアを動かし、あたかも USB 機器が直接パソコンに接続されているかのように使えるようになる装置です。昔プリンターに LAN 端子がなかった頃、私もサイレックスの製品を使っていました。まだ押し入れの奥の方にあると思うんですが、見つけられませんでした。価格は有線 LAN タイプが1万円弱、 Wi-Fi タイプがプラス数千円といったところです。そこそこしますね。押し入れにあるかもしれないと思うとちょっと買えませんでした。そこで同じような機能を実現する別の方法を検討してみます。USB デバイスサーバーがオープンソースソフトウェアにないか探してみます。要は別のパソコンにつながっている USB 機器を使えるようになるソフトウェアがあればいいわけです。しばらく探したんですけど、 Linux だけで動くものが多くて Windows で動かせるものが見つかりませんでした。そこでバーチャルヒアーというソフトウェアを試してみます。 USB 機器をつなぐサーバー側ソフトウェアが有料です。USB 機器1台だけなら無料で使うことができます。 USB 機器を使う方、クライアント側は無料です。 OS は Windows、MacOS、Linux に対応しています。サーバー側は NAS や Android まで対応しているようです。早速試してみましょう。今回デバイスサーバーとして使うのはラズベリーパイ 0WH です。パイシュガー2というバッテリーで動くようにしているので、どこでも動かせます。サーバー側プログラムのインストールは簡単です。この1行のコマンドを入れるだけです。もしもアンインストールするときはこのコマンドを入れるだけです。あとは USB 端子にキーボードとマウスをつなぐだけです。無料では1つの USB 機器しかつなげないので、Bluetooth アダプターをつなげました。あるいは1つの USB ドングルでキーボードとマウスがつながる無線キーボードがいいかもしれません。USB 変換アダプターで背が高くなってます。次は USB 機器を使う方、クライアント側のプログラムを入れます。今回 Windows で動かすので、Windows のプログラムをダウンロードしました。ダウンロードしたプログラムを動かします。サーバー側のコンピューターとプログラムを動かしておきましょう。サーバーが見つかりました。Bluetooth Radio とありますね。これがサーバー側、ラズベリーパイにつなげた USB ドングルです。この状態ではまだ使えません。USB デバイスを右クリックして、Use this device か Auto use device を選びます。Auto なら自動的につながるってことですね。すると、デバイスマネージャーで Bluetooth アダプターが認識されました。そして、ペアリングしたデバイスがあれば表示されます。
もう普通の Bluetooth なのでペアリングは Windows でできます。これで LAN につながる場所ならどこでもキーボードとマウスが使えるようになりました。簡単に動かせました。バーチャルヒアーは簡単にインストールできましたが、 Wi-Fi の環境によってはマウスが使い物になりません。マウス操作と実際のカーソル移動のタイムラグがひどくなる時があります。 Bluetooth なので電子レンジなどを使われるとめちゃくちゃ弱いです。 Wi-Fi も家族が YouTube などを見るとリアルタイムでマウスの操作を送りづらくなるでしょう。かなり高速な Wi-Fi 環境の方がいいですね。ルーターに QoS など待機幅の制限と調整を行う機能があれば使ってみましょう。今回はラズベリーパイ 0W をデバイスサーバーに使ったので Wi-Fi でつなぎましたが、有線 LAN でつなぐ方が良いでしょう。古いパソコンがあればデバイスサーバーにしてしまいましょう。 Wi-Fi でも調子が良い時は何の問題もなくマウスが使えます。でも原因不明で突然遅くなるんですよ。フォーラムを見るとラズパイの動作が遅いせいかもしれないって書き込みがありますが、ほとんどは Wi-Fi のせいだと思います。パソコンから遠く離れたキーボードとマウスを使えるように USB デバイスサーバーを試しました。製品もありますが、ラズパイでも動かせるバーチャルヒアーを試しました。無料では一つの USB デバイスだけ使えます。とても簡単に動かすことができました。今回は手持ちのラズパイで動かしましたが、ちょっと古いノートパソコンを USB デバイスサーバーにすると良いでしょう。ちょうど良いコンピューターがない場合、ラズパイの価格も高くなったままなので、サイレックスの USB デバイスサーバーを買ってしまうのもありですね。今回のビデオはここまで。よろしければチャンネル登録、高評価をお願いします。